カンムリガメは、ハチュコウカメ目クイシガメかカンムリガメ属に分類される。カメ、本種のみでカンムリガメ属を構成する。インド北部、パキスタン南東部、バングラデシュのインダス川、ガンジス川、ブラマプトラ川水系最大高長61センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大でも高長17.5センチメートル。はドーム状に盛り上がり、 上から見ると、第2、C カンパンと第3、C カンパンの継ぎ目で最も幅広い細長い楕円形。C カンパンにはあまり発達しない筋状の盛り上がりがあり、生体では C カンパン後部にコブ状の隆起を残すのみになる。廃校の色彩は黒や暗廃色、暗褐色、暗緑色、あばらカンパンと円カンパンのシームには黄色や薄大色の筋状の斑紋が入る。 円甲板の外縁は黄色い。復興の色彩は黄色や高褐色で、甲板ごとに黒い半紋が一つずつ入る。頭部は中型。粉炭はあまり突出せず、上顎の先端は凹む。くちばしの外縁はノコギリ状に尖り、後方面は幅広い。これにより、植物を噛み切り、細かくすることに適している。頭部や獅子、尾の色彩は黒や暗褐色で、 側頭部に左右に3本ずつ黄色い筋模様が入る。体内から長径 5.1cm、単径 3.4cm の卵が発見された。例がある。孵化直後の容体は、校長5.4から 6.2cm。容体は、C 甲板のキールや後部円甲板の突起が、明瞭だが、成長に伴い消失する。オスの生態は、復興の中央部が、わずかに凹む。 尾は太くて長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、総排泄口全体が、背後の外側にある。メスはオスに比べると背後が幅広く、高高が高い。メスは、復興の中央部が平坦か、わずかに突き出る個体もいる。尾は細くて短く、尾をまっすぐに伸ばした状態でも、総排泄口全体が背後よりも内側にある。HT サージーガンジスカンムリガメやバラカンパンに、キールがない。 ht インジインダスカンムリガメやバラカンパンに、破線状のキールがある、2ア種に分かれるが、識別形態が成長に伴う形態の変化に、過ぎない可能性があり、不明瞭である。流れの緩やかな河川や、湖生、三日月湖、池、湾所などに生息し、低質が泥で、水生植物の繁茂した環境を好む。寒気に干上がる一時的な水場や、川口や三角衆といった、 気水域に生息することもある。水性傾向が強く、寒気に水が干上がった場合や産卵を除いて上陸することは、まれ、寒気に水場が干上がると、陸自体に別の水場に移動したり、冷中に潜って乾燥をやり過ごす。水面に浮かびながら日光浴を行うこともある。植生は植物食で、主に水辺の植物の葉や水生植物、藻類などを食べる。 繁殖形態は卵生。4から7月に、主に水深50から180センチメートルの浅瀬で、オスは全種を合わせて、音を出し頭部を、メスの頭部にすり寄せて求愛する。規定が砂の場所に、後足で穴を掘り、1回に14から19個の卵を産む。メスは夜間に上陸して、産卵にあった場所を探して50から1000メートルの距離を移動する。生息地では、 卵も含めて食用とされることもある。食用の乱獲などにより生息数は激減し、河川開発による生息地の破壊によっても生息数が減少していると考えられている。2013年にワシントン条約付属書通に掲載された a、AH、1ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。水場を広く取ったアクアテラリウムで飼育される餌として 野菜や果実、水草などを与える。飼育下では人工飼料にも得ずくが植物質が多く含まれる植物食の魚類の配合飼料を与えることが望ましい。飼育下でオスや幼体は動物質を食べた例もある。メスは大型化するため大型のケージが用意できない限り一般家庭での飼育には向かない。ありがとうございます。